よろしくね、キリト。キリト、今日買ってきたやつ見てよ。ほらこれ見て見て、ブラジャー、かわいいよね。だって似合ってなかったら返品しようと思って。他のも確認しないとね。こっちのフリルがついてるのもいいよね。あ、そうだ、キリト、お茶飲む？うん、なんか変なお茶。キリト飲んでみてよ。大丈夫だよ、私も一緒に飲むから。うん、じゃあすぐに入れてくるね。おゆおゆ。おはよう、キリト。覚えてないの？キリトが横になってたから、お風呂借りるねって言ったら、いいよって言ったじゃん。私がお茶を入れてきて、その後お風呂に入って。そんな大した時間じゃないよ。
外に美味しかったよ。キリト、すっごく疲れてたみたいだね。グーグーいびきがすごかったよ。いっぱい付き合ってもらっちゃったもんね。ごめんね、キリト。近寄ってるんだもん。あ、それじゃあ早速買ってきた下着をつけてみよっと。キリト、似合ってるか見てね。どうしたの、アスナ。あれ、部屋間違えちゃったかな。やっぱりキリト君の部屋だよね。うん、そうだよ。キリト、アスナが用事みたい。楽しかったよ。一緒に下着屋さんに行ったの。お風呂に入ることにしたの。キリト君、あの時のキリトすごかったよ。そんなことないよ。
夫だよ、キルト君。別に怒ってないから。ちょっと驚いただけ。私キルト君のこと信じてるもん。それとストレアさんって本当にはちゃめちゃだね。え？私？なんかうまく言えないけど、面白くって予想のつかない人で、私ストレアさんのこと大好きみたい。私もアスナのこと大好きだよ。それからキリトもみんなも。ねえ、晩ご飯誘いに来たんだけど、ストレアさんも一緒にどう？あ、行く行く。それじゃ二人でキリト君にごちそうになっちゃおう。よーし、メニューにあるもの全部食べられるか挑戦しようっと。キリト君、ごちそうになります。やったね、アスナ。うん、遠慮しないで食べようね。どうしたの？さあ行きましょう。よろしくキリト君。ただいまーって誰もいないか。あれ、キリト君疲れてたりする？なんか調子悪そうだけど。私そんなこと言ったっけ？あ、でもキリト君と一緒にいる時間を増やしたいって気持ちはあるかな。それでね、たまには日頃の疲れを癒して羽を伸ばしたらいいんじゃないかなって。
本当はもう少し早く言い出したかったんだけど、どうかな。よかった、喜んでもらえて。まだ決めてないんだ。キリト君と相談して決めようと思ってて。行きたいところ？79層にこんなところがあったんだ。キリト君、嬉しい。あ、見てキリト君、ほら桜吹雪、綺麗。キリト君、キリト君、聞いてる？そっか。晩ご飯美味しかったね。料理人たる私をうならせるとは。この宿屋の料理人、ただものじゃなさそうね。だよね。近くにいい狩り場があれば長通りをしてレベル上げっていうのもいいんだけどな。世の中うまくはいかないよね。お腹もいっぱいになったことだし、何しよっか、キリト君。おやすみ。本当に寝ちゃうの？キリト君変だよ。昼間だってなんだか無口だったし、今だってせっかく思う存分二人っきりでいられるって思って新婚旅行に来たのに、これじゃ。私こそいきなりごめんね。でもキリト君、悩んでいることがあるなら言ってほしいな。いいよ、でもいつでも私に相談してね。何？キリト君。
確かに SAO にいる限りマスオも知れぬ命だけど、だからこそゲームをクリアするために私たちはここまで進んできたんだよ。そんなに不安にならないで。私だってキリト君の背中を守れるぐらい戦えるよ。一緒にゲームをクリアしようよ。一人で戦わないで。私はずっとキリト君と一緒にいる。そばにいる私のことちゃんと見て感じてほしい。キリト君、ずっとずっと一緒だよ。キリト君、キスして。優しいね、キリト君。ぎゅーっとして。暖かくて気持ちいい。キリト君の匂いと音がする。ねえ、私の音も聞いて。私を愛して。キリト君、そこは、ダメ。おはよう、キリト君。キリト君の寝顔堪能しちゃった。そんなことない、いつまで見てても飽きないよ。大好きな人の寝顔だからね。照れても逃げ場所はないですよ。ねえ、昨日の約束覚えてる？よし。どうしたの？
それじゃあね。God damn you! No way! Whoa, whoa, whoa! Hey, hey!